と思いますか。自分の名前言っていいですか。そうですね、はい、ディストン西田と申します。今日も走りますが、よろしくお願いします。はい、お名前を。はい、MC の野脇です。よろしくお願いいたします。どうぞご紹介ください。はい、それでは早速ご登場いただきましょう。まずは135歳ミスボ元山聡選手、同じくミスボロニークインタレッキ選手、あれ元山さん。当然3時間連続で行きたいでしょって言われて、はい、はい、
ね、はい、巻き込まれてますか。そっちはスバルではスバルでまたいろいろとやってますけども、実験、そうですね、いろいろやってますね。何やってるんですか。あの、いろいろやってます、それは井口さんの、ね、あのなんかこう中をすごく厚くして、はい、人体実験みたいにして人間が何度の中でどれくらい頑張って仕事できるかも、それだけしてよろしいですね。いや、あの今回はビアルのラストレースなんですよ。で、次戦から WRX-S4 っていう車両に変更になるので、ちょっとまあ優秀力が絶対なので、皆さんね、4人乗りの車と2人乗りの車と中のほうと違うんですよ。2人乗りちっちゃいやつがね、結構熱くなるんですよね。だから、今日熱くしといてくださいよ。はい、あ、はい、すごい、はい、もう去年だって火傷しましたもん。本当ですか。はい、なんか心だけですか、火傷するの。いや、やけどしなかったです、僕は。あら、俺の乗ったやつだけが、やばかったです。やばかったですね、はい、兄貴、はい、竹山の兄貴、はい、ルマンからもう80年代、90年代、ずっと24時間いろんなの出てましたけど、はい、この富士の24時間、どんな印象ですか。3年目なんですけど、まだ食べてない。はぁ、ちゃんと勝ちを狙ってですね、お祭りとはいえ。いや、もう、じじいはね、一応、勢力になるといます。ちゃんと全部あのお飾りのチームと違って本気でやってくれる。いや、本気でやらないと叱られちゃって振り向っちゃう。うわー、本山さん、はい、兄貴があんなこと言ってますよ。ね、いや、僕も年代的には竹山さんと一緒なんで。一緒ですか。はい、はい、マジでやってるから。もう僕自体も年功取れたんで、娘、はい、の方は絶対なく、はい、そこはすぐちゃんと従って。そうでしたね。はい、上頂点に星野さんとかね、長谷美さんとかファンいらっしゃるんですけどね。そうですね、これ僕が上がっていくときまで年功序列は厳しかったです。僕は上がったときになったらみんなスカッとなってしまって、非常に残念ですよ。で、自分が上の立場はあんまり味わったことがない。なるほど。あら、まあ、唯一ね、コブンがここにいるロリーぐらいの。いや、だってもう21年前ね、はいはい、見てて、その時は小田山さんが本当に、まあ、フォーマル日本だったりとかね、すごいしてるもスーパースターで、その時はね、血がついてて、明日それをなんか踏み出したら無視無視その時代は昔、小田山さんって言ったら、あんたもう、もうね、オーラが、さっきあれも話しとけんじゃねえさ。それすぐって演技で、竹山さんにそうしろって言う時に、言ってないですか。いや、このドライバーあの出てきたなって言ってましたね。これで JTCC でとっついたのかおいみたいなね。あれ、全部竹山さん。ああ、そうだったんですね、兄貴。全て指導は指導されたと思います。いや、多分和代さんだと思いますよ。和代さんに習ったと思います。そうですか、はい、やっぱ星野、皆さん見えてないと思います。僕は星野さん、ここに来てるの見えてますよ。星野さん、お待たせします。あ、まだ生きてらっしゃいますからね。元気ですから。今のラジオカットな。聞かれると殺されるから、カットな。いや、でも本当にね、伝説のドライバーの皆さんにお集まりいただいたんですけど、なんかトークテーマありますか。そうなんです、今回のトークテーマは、これだけの様々なアカデモリーで経験を積まれたドライバーの皆さんがなぜ今 S 帯にチャレンジするのかというのがテーマです。ああ、それは単純にお金のためですか。あ、そうなんです。お金ですよね。だいぶ老後が心配になってそうですよね。それはそうですよ。もちろんそうですよ、うん、だからメーカーの実験と、それから日雇いの仕事の方の担当にあると思う。ちょっと夢がなくなっちゃうんで。夢も何もプロってそういうもんですか。そうなんですか。賞金いっぱい稼いだでしょ。僕が乗ってるのは健康のためです。健康のためです。健康のためです。最近行ったゴルフはですけど、はいはい、まあ、レースだったら、まあ、ちょっとだけ持って痩せようかなとか、ちょっと運動しようかなとか、思うだけでも変わってくるんで。おとといからずっとピットの中で腕立てしてる。腕立てしてる。腕立てしてる。そうか、ウエイトツーじゃなくて。現役の時にやられやられって言われてたのに、今言ってね、現役って全くやってなかったんですよ。その現役って本当はやばい、俺、教えてみんなで言われてたんですよ。今言ってですね。今 S3000 に乗れって言われたらどうしますか。今 S3000 に来シーズンから乗れって言われたら動かしてみたいですけど、レースは出たくないですよ。出たくないですよ。たくさんにきつそうだろ。中島さんは全然 F1 の時から体型変わらないですけど、やっぱり筋肉落ちてるんですか。服着るの。服着てるからそう見える。脱ぐと脱ぐと。小田山さんの気持ちがめっちゃ悪い。
こう年齢も年齢違うし、ウルテカの方が短いし、うん、スーパー耐久は体に全然応えるレベルじゃない人だって、まあ、今日ダブルスイングするつもりなので、僕ら GR スーパー GTO っていうの、はいはい、の開発者を走らせてもらって、ちょっとフィードバックにするためにダブルスイングを積まずに、ちょっとドリルしてますけど、ちょっと暑いですよ、はい、大変にはちょうどいい。あの車だけじゃなくて人間も来たいですよ。こういう車で、ね、暑いし、逆に運転が難しいです、はいはい、GE とか、ね、上の方の車の方が運転が簡単。なんか今エアコンとかついてるから、片岡さんとかって全然なんか汗かいてないから、あのね、でも500は結構涼しいらしいんですけど、300は下に僕の乗ってるあのメルセデスはエアコンついてないので、クールスーツ出してますが、ただ結構、今言ってるのも GT スピードが涼しいですね。 GT モードカーの方は全部です。あ、そうなんですか、はい、これどうなんですか、500乗ってる方、西村さん、500は涼しいですか。500は涼しいですね。昔は、クールスーツの頃は一緒一緒になってましたけど、はいはい、今体に直接当たってるんで、比較的涼しいです。やましい環境の中、いいですね。水素カローラーの感じです。水素から暑いんですよ、死ぬほど暑そうですね。暑いです。あれ後ろ壁なんですか。壁です。あの本当にね、4シーターに見えて2シーターより狭いぐらいの下なんです。あ、はい、なのに30ラップも走るようになってます。そうなんです。だからしんどいな。でそこにあの森蔵さんにシャシッと乗っちゃうでしょ。そうです。あの人すごいですよね。あまりクールスーツ着ないで行きますか。着てないです。してないらしいですよね。でもあの車って一番最初はもっとなんかこう、一番最初に本当にボンベとか積んでましたよね。今もボンベですよ、はいはい、大きい水素タンクを積んで、岩谷のカセットコンロのなんかでかいやつみたいなのを3本くらいで、まあ、岩谷は岩谷ですね。岩谷ね、はい、いや岩谷ね、岩谷です、うん、はい、え、そうすると重い、結構重いですね。車重でいうと、今、総重量は1800キロぐらいあるんで、結構重たいんですけど、でもラップタイムは ST4 クラスの一番後ろの車と戦えるかなぐらい。そうですよね、2分切っちゃいますもんね。そうですね、59.0 を佐々木さん出してますから。あ、佐々木さん、こういうなんか本気になるでしょ、こういうところが。いや、森蔵さんが本当に速いんですよ、はい、本当に速いんで、僕らもマジで頑張らないとタイム差が出ないんですよ。森蔵さんに負けたらやっぱりシートなくなりますか。なくなりじゃないかなと思ってるし、恐怖を感じて思い切り行きます。なるほど、そういう環境がワークスですよ。兄貴ね、そういう環境の中で流れ乗ってましたもんね。そうですよ、僕より上がね、アセニスタール星野さん、星野さんがいて、大変でしたよ。ルマンとか行くと、お前ここのところ全部スピードいいダメだ、賢いでガーン言われたりするわけでしょ。あとテストもすごかったです。一日、星野さんと橋さんがこれ良さそうだなっていうタイヤを星野さんと俺が全部ロング出したんですよ。一日中6時間ロングやります。そうですね、お寺はなんか全然なかった。ああ全然違いますもんね、はい、先輩が言ってましたもんね。そう、体が良かった力がなかった。小倉山が出てきた頃に、うん、もう長谷美さん、星野さんはいなかったような。ああ、そうですよね。でも、鍵山さん言ったかな。いや、僕らは全然優しい先輩だから、全然大丈夫です。苦手が怖いなって。でもね、めっちゃいい人優しいと思う。いやいや、もう日産の人だけじゃないけど、もうドライバーのさっきと言うとピリピリしてるからみんな怖いけど、実際なんか喋るとね、全然違う。ロビーとかだって全然、俺のラジオ聞いて日本語覚えちゃったみたいなもんね。あ、そうですね、うん、変な日本語覚えてるでしょ、俺のラジオ。あとまだブリテストの番組、うん、一緒に帰ってみましょう。それ聞いてます。聞いてますよ。ありがとう、僕のリスナーでございます。リスナーさんで僕のおかげですから。リズさん全然聞いてないんで、もう目立たないですよ、これは。いや、もうここで聞いてなくて大丈夫です。プロモーション、ミスバルのためにプロモーションしていかないと。いや、本当に、まあ、ルーキーレッシング GR86 がいて、うん、同じ、まあ、カーボンニュートラルリングを使っているので、うん、まあ、車としてはライバルですし、はい、マスターもすごく速くなってきているので、うん、まあ、そこのバトルしか見てもらえると嬉しいです、はい。まあ、聞いたことのことでもなかったですね。
レースがこんだけ大きくなってきたら、この後はどんなことを期待しますか。この後どんなことですか。はい、さらに大きくなっていくための要素、どんどん先に起こしていくしかないじゃないですか。台数増やしましょうよ。台数もっと増やすんですか。60なんだっけ。そこまでは大変です。もうね、だいぶ渋滞してますからね。それ以上増えるともうレースじゃなくなっちゃうから。いや、だからゲートから1回出て、でそれぞれの外周路とか追い越し禁止で走ると150台ぐらいは入れられるんです。それこそ外で今やってる自転車レースを混ざったわけです。富士レーンの中走るのか。ニューヨークでも言われてたんですか。そう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 、本物のニュール見たことないんですけど、そんなにかけてるの本当に来ちゃいますか。それがなんかお地蔵さんの耳に入ったら、じゃあやるか。起きちゃいます。責任というか、みんなで一緒に盛り上がって、もう面白がりましょうよ。これね、STO が STMO という、M は、ね、未来なんですけれども、未来だけじゃなくて、やっぱりドライバーが窓になって、で、いろいろと苦しみながら耐えて24時間戦うっていう、そういうのも入ってるんですよね。そうですね、出ますね。大丈夫ですか。大丈夫じゃないですよ、ね、これは大丈夫で流すなよ。ラジオで話するから、まあまあ切りますよって言われてましたよ。全部切ります、皆さんの特定に残しますから。まあ、むしろ、ここを切らずにピストンを切るのどっちかだよね。そしたら、そっち側に行きますよ。よろしくお願いしますよ。さあ、今日のこの後ですけれども、どんな風に臨むか、まあ、簡単に、真面目もいいし、それからあとネタでもいいですけど、一言ずついただいて終わりくらいの時間かな。そうですね。まあね、じゃあ石浦さんから。はい、32号車は大御所の皆さんがいっぱいいらっしゃいますので、実は今日森蔵さんがスタートになるんですけど、森蔵さん、小倉倉田の小倉社長、マックスさん、蘭丸さんとか最初のうちに乗っといていただいて、ちょっと夜はパーティーがあるらしいので。ああ、そうみたいですね。そうみたいですね。なので、そんなのは当然ここが、はい、つなぎを、華やかなところは、影の男がやってる。そうですね、そのために来てる。なるほど、なるほど。この二人が若手？若手です。そうでしょ。なんで、小振り若手？そうです、40代が若手なんで、そうでしょ。いや、向こうの、まあ、いろいろな構造が見えたんですけどね。誰も見てないと思うんですけど、なかなか頑張ってる二人もたまには見てほしいなっていう。そうですね、忘れない。石浦さんも忘れないでください。いや、本当に全部石浦が言っちゃったんですけど、僕は本当に日の目を見ることがないんですよ、いつもね。そうね、24時間になると。そうね。なので夜に向けて、体調を整えたいんですけれども、今ね、僕らのところうなぎが出てきたり、ステーキ丼が出てきたり、最高に美味しいものが出てきたり、それで腹いっぱいになって、眠くなりそうで、どうしようかなって今思ってます。少しご紹介に預かるわけになってます。すいません、関係者じゃないよね、あの方が。そうですね、食べれないね。まあ、一つは特別料金でなんとか料金取るお金取るかい。ペアングぐらい。ペアングぐらい。一番辛いですね、一番辛いです。これはリスナー、これはリスナー。美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。うちの味噌は辛いやつ調整してますからね。で、井口さん、はい、先ほども言いましたけど、ビアレゼットラストランになるので、やっぱ優秀の日飾りたいですし、次のダブルアレックスエスコンに向けて、はい、まあ、いろいろ足回りとか開発を含めているので、しっかり観戦して、笑顔で終わりたいと思います。はい、頑張ってください。はい、はい、もう、うちは僕は一番、年寄り番なので、はい、夜勤はないです。夜勤ないです。明るい時だけ、バニー明るい時だけ、3回乗って、で、表彰台の真ん中出したいと思います。本気です。はい、まだにリーストタイム、よろしくお願いします。じゃあ、こちら、はい、はい、はい、そうですね、僕はウィキレーシングの1号車 NG GT3 なんですけれども、去年も24時間勝ってるんですね。はい、なので、まあ、もちろん連覇を目指したいですし、で僕はトレーナー兼監督なので、24時間ずっと撮ってます。おお、まあ、なので、スタートから結構積極的に乗って、大体朝方まで頑張ったら、そこから先は眠いって、もう乗らないです。なるほど。そこから先なんかあると頭ぼーっとしてもう分かんないってことですね。そうですね、そこから先はそう座ってるだけみたいになりますけど、あとでちゃんと監督の任務をですね、しっかり最後までやって優勝したいと思います。はい、拍手を。拍手さん、さっきの自動車で GT5 の開発者ということで、大山さんと森田さんのところに来てもらっ
230号車の若干立ち位置が消えるところもあるので、ジェントルマンドライバーが足引っ張らないように食らいついて、思いますので、僕はどっちかなくて日勤で、中山さんとちょっと嫉妬が近そうなので、ゴールは派手にやってください。気をつけて走りたいと思います。よろしくお願いします。ゴールを皆さん見てくださいね。派手にやってみました、ゴール。ロビーさん。そうですね、まずね、21年会社があったんですけども、やっと舞台をすると組むことになりました。そうですね、非常に面白いです。そうですね、で今日は、スタートからはちょっと告知にないんで、一人が若手がスタートして、その後はこの二人が連続で走ります。お、比較的序盤で、はい、楽しんで、楽しみにしてください。頑張ります。はい、で最後、お疲れ様です。そうですね、こういった雰囲気なんでね、またメンバーと、ね、お客さん含めて、僕はその全体を楽しみたいなって言ったので、たまたま、ね、その特別参戦のクラスで、ね、ちょうど、ね、サンスケが乗る車がタイムがほとんど一緒だし、予選も2人の合計でコンバイ1秒変わらなかったっていうので、おーおーおー、そうで結構ね、ロニーは絶対そこライバルにしたいとかって言ってるんで、ね、まあ、いい目標でね、いい友達と決めて、そこも全部頑張っていきたいと思います。はい、はい、健康のためには走ってらっしゃるそうです。はい、皆さん、参加します。おめでとうございます。拍手を。僕もこのスクールで新規で走ってますから、忘れないですね。ありがとうございます。そして4世人気レーシング高岡達也選手、セーブレース